はい。こんにちは、シュです。今日はですね、あの、1分で完了するノートにツイート埋め込む方法、ブログとは違うよっていう話をしたいと思います。えー、っとですね、まあ、結構ね、ノートを皆さん書いても、ブログはね、ノートで始めようかなみたいな思ってるんですけど、思ってる方もいると思うんですけど、ブログにね、埋め込む方法と実はちょっと、若干違うんですよね。それは、あの、今日解説したいなと思います。で、えー、っと、例えば僕が、えー、っと、まあ、1年、インフルエンサー1年目の教科書っていうものを作ってまして、で、こういう感じでね、あの、教科書書書いてるんですよ。で、教科書のこう感想をね、この ノートに埋め込んでるんででるすよこんな感じで埋め込めます。きれいに入るんですよね。で、これをどういうふうにするかってことですね。例えば、まあ、このこういうふうに反応があって、これを埋め込んだらよりわかりやすいなって場合、このツイートへのリンクをコピーするですね。ブログの場合は、このツイートにをサイトに埋め込むのですよこっちですね。リンクをコピーするっていうのを押していただいて、で、えっと、埋め込みたいところに、こう、コピーペーストですね。これで入っちゃいます。で ま、簡単ですね。もうほんとこれで OK です。あの、リンクをコピーするってやつですね。リンクをコピーするってやつしてください。で、えっ、ー、と、まあ、3つ目のところで言うと、連続ツイートだと2つ入っちゃうっていうお話なんですけど、これ何かというと、まあ、例えば、えっ、ー、とですね、これですね。僕が例えばこっちの、このツイートを埋め込みたい。まあ、要するにこれ連続ツイートになってるんですね。1個目、2つ目になってるんですけど、これを埋め込む場合は、えっ、ー、とですね、 これ,これだけっていうことができないんですよね。えっ、ー、と、こういうふうになっちゃいます。こう、上からも入っちゃうってことですね。うん。なので、えっ、ー、と、例えばですね、この上だけをやれば、上だけを最初のツイートだけやれば、きれいに上だけ入るって感じです。だから、2つ目を <laughs>、えっと、やろうとすると、上も入っちゃうってことだけですね。まあ、ただ、これに関しては上、両方ね、入っても内容がわかると思うので、いいんですけど、とりあえずそれだけ気をつけて、 気をつけておけばいいかなと思いますね。はい、こんな感じで、あの、まあ、1分で完了ノートにツイートを埋め込む方法っていう感じで、あの、お話しさせていただきました。ぜひ、あの、えー、活用してみてください。